よし、プロジェクトの成功を祈ってみんなで飯食いに行くぞ。あ、でもヒロシさん、まだ片付け終わってないですよ。いいんだよヒロシは、何考えてるかわかんないしさ。ヒロシかわいそうじゃん。いいのいいの、ヒロヒロカレーでいい。俺にはよくわからなかった。どうして他人と食事をしなければならないのか、どうしてかわいそうと言われているのか、他人に興味を持つこと自体俺には理解できないんだ。俺はスキゾイドパーソナリティ障害なんだってさ。ヒロヒロ探偵団。俺がスキゾイドパーソナリティ障害になったのは、主に親だってカウンセラーが言っていた。幼少期の記憶なんて全然ないけど、特に印象に残った胸の痛む出来事はいくつかある。あー、もうなんで漏らすかな。着替え持ってきてないんだけど。ごめんなさい。もう3歳半なんだから、いい加減ちゃんとトイレ行けるようになりなさいよ。ママ、ごめんなさい。本当にあんたは、謝るならちゃんとやりなさいよ。まあまあ、そんな怒らないで。おむつはいつか外れるんだし、みんな通る道だから、お母さんも気にしなくていいのよ。うちの問題なので口出さないでくれます。ほんとそういうグズなところは10円にて嫌になるわ。ママ、待って、待ってよ。お漏らしする子はうちの子じゃありません。ママ、どこ。俺が外でトイレにちゃんと行けなかったことが原因で母に置き去りにされたことがある。その後迷子センターに連れて行かれて、警察も来たけれど1時間母は戻ってこなかった。本当にあんたは他人に迷惑かけていい加減にしなさいよね。ごめん、ごめんなさい。そして俺の顔を見るなり俺に激怒する母。あまり記憶にはないけど、いつもこんな感じだったんじゃないかな。母はいつも怒っていた。記憶の中の母は本当にいつも父とうまくいっていなかったからなのか、俺を怒る時はだいたい父親に似てから入る。ねえママ、ねえママ。ああ、もう聞こえてるっての何？ちょっとは休ませてくれない？私はあんたの世話に一日中拘束されてなきゃいけないわけ？それでも無性に母が恋しくなって、なんとなく抱きしめて欲しくて、勇気を出して声をかけたこともあった。俺にとってママの二文字は軽く出るものではなかった。本当に勇気を振り絞ってやっと出た言葉だった。今考えればそうだな、母は冷たかった。小学校の遠足の日には机の上にコンビニのおにぎりが一つ置いてあったきりだしね。そうなんだね。父さんも母さんも姿が見当たらない。まあそうだよね。父が来なかったのは母が来ていた時に顔を合わせづらかったからなのだろう。俺はいつしか母に期待するのをやめた。運動会に来るかもしれない、お弁当を作ってくれるかもしれない。かつてはそんな希望を抱いていた気もするけど、なくて当たり前という考えていた。だからなんだろうか、いつしか俺は何を考えているのかわからないと言われるようになったんだ。実はなんと笠井くんの読書感想文がコンクールで優勝になりました。みんな拍手。すごいねヒロシくん、コンクールで優勝なんて。ヒロシくん頭いいもんね。いいな。嬉しくないの？ああ、嬉しいけど。なんか嬉しくなさそう。いつも無表情だよね。俺は当然嬉しいと感じることも悲しいと感じることもある。でもそれをわざわざ表現しなかった。それが変って言われたけど、俺には何が普通なのかもよくわからない。あの笠井くん、私1年生の頃からずっと好きで、付き合ってください。そのダメかな。ごめん、興味ないんだよね。興味ないってどういうこと？恋愛そのもの、それに君を知りたいとも思わないから。めんどくさい。中学になってからは告白されることもあったけど、別に何の感情も抱かなかった。断り方がひどいって噂されても、目の前で泣かれても、俺には何も響かなかったんだ。カナミのことひどいこと言って振ったらしいじゃん。もっと優しい言い方ができないわけ？だって本当のことだから。それを言って何が悪いの？他人にどう思われるかなんてそもそも考えたことなんてないしね。お願い、付き合ってくれればいいの。別に何もしなくていいから。ああ、そう、わかった。強引に押されて付き合ったこともあったけど、何もしなくていいと言われたから何もしなかった。確かに何もしなくていいって言ったけど、誕生日にプレゼントとかお祝いの言葉とかないわけ？ああ、誕生日だったっけ。おめでとう。ああ、もういい、別れる。だけど付き合ったら付き合ったでめんどくさかった。
お前寂しいやつって言われてるよ、コミュ障とかいろいろ。みんなはいつも群れていた。でも別に群れたいとも思わないし、どうして群れるのかという疑問すら湧かない。俺はただ本を読んだり自分の好きなことをしていればそれで満足だったんだ。へえ、スキゾイドパーソナリティ障害ね。俺は心理学の本を読んでいてスキゾイドパーソナリティ障害というものを知った。変と言われること自体不快ではないけど、なんとなく興味があってカウンセリングに行ってみたら、やっぱり俺はスキゾイドパーソナリティ障害なのだという。スキゾイドパーソナリティ障害の原因は幼少期の親子関係だという。まあ思い当たる節はなくもない。お前は仕事はできるのにプロジェクトになると協調性がなさすぎるんだよな。そうですか。人間には得て不得てがあるから、お前にしかできない仕事を振るようにするよ。ああどうも。俺が職場でプロジェクトに参加することはなくなった。上司に恵まれてるとか周りは言うけどよくわからない。だって別に困ってないからね。おかしいのか幸せなのか、それを決めるのは俺自身だろう。もしもし。ああひろし、お母さん、お父さんと熟年離婚したからお金ないから毎月5万送ってくれない？そう、別にいいけど。まあ別に親のことも恨んではいない。そこまで興味もないし、他人に興味がないってことは他人に期待しなくていいってことだから、その方が楽なこともある。そうでしょ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。